皆さん、こんにちは。NPB 考察委員会です。先日行われたヤクルト対阪神の試合で、ヤクルトの山本選手が阪神近本選手に四球を与え、大きな話題となりました。ヤクルトは以前の試合で、阪神の主力捕手、梅野選手に四球を与え骨折させており、今回も主力の近本選手に当てて途中交代となったため、ファンは激怒。それどころか、阪神首脳陣も激怒し、試合後、岡田監督は、情けないの、2年連続優勝のチームや首脳、そういうチームなんやろ。呆れるよなとバッサリ切り捨てています。今年のヤクルトはとにかく四球が多く、9月4日時点で四球数は58で両リーグワーストを記録。阪神以外では中日の主砲石川選手に頭部四球を与えるなど、四球に関する話題はつきません。このように四球が多いヤクルトスワローズ、過去を見ても四球に関するトラブルが多いイメージですが、意外にもめちゃくちゃ四球が多いチームではなく、2019年はリーグ5位の46個、1位は58個、2020年にはリーグ最少の28個の四球数でした。ですが2021年は50個、リーグ3位、2022年はリーグ2位の59個と数が増えています。そして今年の58個は歴代のヤクルトのデータで見てもかなり多くなっています。一体なぜヤクルトはここまで四球が多くなったのでしょうか。そこで今回はヤクルト投手陣はなぜ四球数が増加したのか考察していこうかと思います。先述の通り、現在両リーグワーストの58個の四球を与えている東京ヤクルトスワローズ、5月20日の横浜 DeNA 戦では3つの四球を与えて乱闘騒ぎが起きるなど、四球に関するトラブルも発生したり、阪神タイガースの正捕手である梅野選手に四球を与えて骨折させて離脱、さらには8月19日の中日戦で石川選手に頭部四球を与えて病院に搬送される事態が発生。なお、これで3試合連続の複数四球となり、野球ファンから批判が殺到する始末となりました。ただ多いだけならまだ100歩譲っていいのですが、先日の梅野選手や石川選手など主力を怪我させるといった四球もあって、ファンからの印象は良くなく、特に阪神からすると優勝争いしている中で主力を潰されているので、かなり嫌っている人も多いかと思います。その中で先日の阪神戦では、阪神不動の切り込み隊長である近本選手に四球を与えてしまい騒動に、岡田監督がヤクルト側に激怒したコメントを残すと、SNS も大荒れに、中には脅迫じみた文言を書く人も出ていました。ちなみにこの四球の多さはヤクルトファンも呆れており、早急に改善しろと言われる始末。ヤクルトは危険球導入のきっかけとなったり、四球をめぐって乱闘になったりと、何かと四球に関する事件が多くありました。ヤクルトイコール四球というファンもいるかなと思います。ですが冒頭の通り、近年ではめちゃくちゃ四球が多いわけではなく、2019年と2020年はむしろ少なかったです。また四球に関するトラブルもほとんどなく、逆に昨年はリーグ2位、2021年はリーグトップで四球を当てられています。しかし今年は立場が逆転、四球数はリーグトップで、逆に四球を受けた数はリーグ最少となっています。明らかに今年増加しているヤクルトの四球数、一体原因は何なのでしょうか。個人的に2つの理由が考えられますので、ご紹介していきます。1、投手の技術と経験不足。1つ目は投手の技術と経験不足が主な原因と考えます。いや、それはそうだろって感じる人もいると思いますが、今年のヤクルト投手陣は特にこれが顕著に出ていると言えます。今年のヤクルト投手陣で四球数が多い順で挙げると次のようになります。5人挙げます。1、小沢玲治8個、2、ピーターズ5個、2、木澤直文5個、4、市川優太4個、4、高橋奎二4個。うち木澤選手と高橋選手を除く3人が今年出てきた選手です。ちなみに木澤選手も今年が1軍2年目なので若手の分類、ピーターズ選手は今年から NPB にやってきた助っ人です。1軍に慣れていない選手がほとんどなんですね。今年のヤクルト投手陣はほとんどが1軍でフルで投げたことがない選手ばかりとなっています。先発は小川選手とサイスニード選手だけですし、中継ぎは清水選手と田口選手と大西選手、石山選手といった勝ちパターンぐらいで、他は若手ばかりです。なので投手陣全体で細かい技術や経験が不足している傾向にあり、結果四球が増えているのかなと考えられます。ちなみに10試合以上登板して四球を記録していない選手は田口選手と石川選手の2人だけ。投手陣はまんべんなく四球を与えていますね。1軍で投げる以上、時には厳しいところを攻めなければなりません。しかし技術や経験がないとなると、それが抜けて四球になることも増えるでしょう。昨年まで戦力だった投手が軒並み不調だったり、怪我で離脱してしまい、投手の育成も間に合っていないというのが今のチーム事情です。
その結果、このような悲惨な結果につながっているのでしょうね。なお、子宮を与えるということは塁に出すということ。しかも子宮を与えたとなると、厳しくいくことが難しくなってしまいます。投手にとっては全くメリットがないんですよね。自らの技術不足で首を絞めた挙句、ファンや相手から無駄に恨みを買うので、早急にこの辺を改善してほしいなと思います。2. 古田臨時コーチの影響。2つ目は元ヤクルト古田敦也氏の影響かなと思います。球界の頭脳と評され、巧みなリードで多くの投手陣を牽引した古田氏。その一方で現役時代は見た目によらず武闘派で、厳しい内角攻めを要求し死球になって乱闘に発展なんてこともざらにありました。実際巨人にいた駒田氏は古田氏に対して本気で頭に来たことがあると引退後語っており、その流れが1992年9月1日の神宮での試合、5回表走者を2塁に置いた場面で駒田さんが打席に立ったそうです。迎えたヤクルトバッテリーはここでタイムを取り、ベンチからは投手コーチが出てきて何やら相談したといいます。一塁が空いている場面だったから、おそらく歩かせてもいいから厳しいところをついていけという相談だったのだろうと駒田さんは回想していますが、その直後の初球が右足のふくらはぎを直撃するデッドボールを受けたそうです。駒田さんは、お前ら何のために集まったんだよとブチギレ、歩かせるのなら1球で終わらせようとぶつけてきたのにも腹が立ったし、その直前の4回裏に牧原がハウエルにぶつけていた、あれだけわかりやすい恋死球もそうはないと回想していました。ちなみにこの死球でブチギレた駒田氏に対し、古田氏は悪びれるどころか、はあ、何言っているんですかと、こちらの神経を逆なでするような態度で言い返してきたそうです。勝負の世界だから仕方ないというのもあったのかもしれません。まあこれはおそらく報復の目的がありましたが、このように容赦ない内角攻めをする捕手ではありました。その古田氏は2021年にヤクルトのキャンプで臨時コーチを務め、捕手の育成に協力しています。キャッチングやスローイング、リードの考えなどを叩き込んだという古田氏。その結果、ヤクルトの正捕手中村悠平氏は日本を代表する捕手に成長し、他の捕手も格段に良くなりました。ですが、このキャンプ以降からヤクルトの四球数が増加しています。実際古田氏が臨時コーチをするまでのヤクルトは内角をうまく使えず、外角一辺倒で勝負している傾向がありました。その結果、打者に踏み込まれ長打を打たれるというシーンも多く、投手陣が弱い理由とも言われていました。逆に外一辺倒だからこそ四球数も少なかったのでしょうね。ですが、キャンプ以降は中村選手をはじめ捕手も投手も内角をものすごく使うようになりました。これは古田氏の教えの一つかなと思います。ですが、内角を使うとなれば四球数も増えてしまいます。ただ捕手側も当たるのは事故くらいの感覚で要求してるのかもしれません。これが四球数増加の原因の一つになってるのかなと考えています。ですが、内角攻めは戦略の一つで誰でもやっています。結局のところ投手陣の技術不足がほとんどだと言えるでしょう。実際内角に構えていないのにすっぽ抜けてぶつけるというシーンも多く、これは捕手云々の問題ではありません。先日しましたが、今のヤクルト投手陣はほとんどが一軍でフルで投げたことがない選手ばかりです。昨年まで主力として活躍していた選手が怪我や不調で一軍に上がれず、下で調整を続けており、昨年活躍したリリーフ陣は疲労からなのかボールを制球できないシーンが目立っています。このようにうまく投手陣の入れ替えができておらず、また育成もできていません。特に先発が悲惨で、去年ローテ入りして今年もローテを守っているのは小川選手とサイスニード選手だけ。生え抜きという点で見れば小川選手しかいません。こう見ても分かる通り全く育成できていません。四球増加の理由はヤクルト球団の育成方法にも問題はありそうですね。技術がないのに内角を攻めて四球になる、技術がないから抜けて四球になる、これが今のヤクルト投手陣と言えます。中日監督時代、落合博満氏はこうした内角攻めに対して、そりゃ相手も生活かかってんだから必死こいて抑えに来るよ、打たれたら次の登板がなくなるかもしれないし二軍に落とされるかもしれない、来年はユニフォームを脱がなきゃいけなくなるかもしれないわけだからと内角攻めに一定の理解を示していました。それでも内角を厳しく攻めるのとぶつけるのは違うよ、そこはピッチャーの技術不足ということになってくると語っており、まさにその通りと言えるでしょう。どちらのチームもファンも得をしない四球、ヤクルトはここから制球の改善に取り組んで少しでも数を減らしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。